お疲れ様です。書斎の片付けが全然終わっていないのにこんなことをやっているジャンクスタイルです。皆さん大掃除終わりました？私全然終わってなくて、しかもこんなことやってるからね、この後編集なんかもしちゃうんですけどまあどうしようかな、はい、あで今日はね、福物トミカですね、はい、で29日発売だったかな。私すっかり忘れてて、で今日いろいろ回ったんですけど全然どこにも売ってなくて、あそうだ、回る中でヤマダ電機にも行ったんですけど、あのヤマダ電機1月2日発売のホットウィールのブルーバードアソートね、あれの売り場がもうできてたんですよ。でペグが2つずつ1車種につき2つずつできてたので、結構な量その店は店頭販売あるんじゃないかなと思います。なのであのお店によってね、異なるかもしれないんですけど、1月2日多分店頭販売あると思うんで、まあ予約できなかったよという方は行ってみてはいかがですかね。だからペグ2つ分だからかなりでありますよね、量的には。という情報を私は皆さんに、おろしましたので、私がね買ったからといって、あなたが買えないで、それによって、お子さんが泣いちゃうっていうことは、私の責任じゃありませんからね。私はちゃんと私が言うべきこと、私が、知り得た情報はちゃんと流してますので、はい、あとはあの買う買わないは あなたのご自由でございますので、はい、これ以上の責任は私は持ちません。はい、で、そう、福物トミカなんですけど、ドン・キホーテ、昨日も行って、で、今朝も行って、で、夕方、あの掃除道具買いにね、ドンキに行ったら、1個だけあったんですよね。なかったのに、それまで。今日、先ほど、うん、ほんと今日の夕方あったんですよ。で、1個だけ、本当にラス1。で、これだけ買うのもなと思って、こういったのを買ってます。あの、ハイブリッドドライバー。要は、電動のドライバーかな ?330 円。私、電動ドライバー持ってるんですけど、なんだろう。つい買っちゃった。6.35 ミリで、多分ミニカーの分解ぐらいだったらね、これでいけるんじゃないかなと思います。6.35 ミリなんでね。あの、ダイソーなんかにもね、ビット売ってるんですよね。はい、と、これね、なんだろう、わかんないけど、ディズニーのなんかこういったの、55円、衝撃の。これね、あの、ミニカーとサイズ的に合うかなと思って買っちゃった。ピノキオね、怖っ。いろいろ種類あるけど、これしか売ってなかったんですよね。はい、あ、で、そうだ、あの、今日ね、最後の方で、最後の方でっていうか、福物トミカこれ開けるんですけど、この、その後に、あの、お年玉企画的なことをね、やるんで、ぜひね、最後までご覧ください。はい。じゃ早速ね、これ、開けてみたいと思うんですけど、狙いは、やっぱこれだよね。GR スープラ、龍。これ、ラス1で出るかな？重さわかんないですよ。他と比較してないから。っていうか、できなかったからね。まあ、あの、今年最後のね、なんだろう、チャレンジですよ、チャレンジ。はい。何チャレンジか知らないですけど。うん、これさ、できれば3つぐらい欲しかったんですよね。3つぐらい買ったら当たるかなと思ったんですけど、あ、うんとね、あ、な、ちょっと待って、触った感じが、ロッキー臭い。ほら、そうだ、あ、これだ。あのね一番ちょっとあれですね、他で何が出てもいいなと思ったけど、ロッキーだけは避けたいなと思ったんですけど、はい、だってここのリーチがなんだろう狭いから、も手に取った感じわかるよねって、まあ悪くないですけどね。あ、マット系ですね、こんな感じで開かなかったか。うん、なんだろう、今年最後の運試しは、ダイハツロッキー狛犬でしたね。はい、あの、私が、一番ちょっとあれだなと思ったやつなんで、運試し的には、うん、あの、残念な結果ですね。まあ、そんなもんですよ、世の中ね。ラス1でそんな、そうそうね、あの、GR スープラ当たるわけな。めっちゃかっこいいじゃん、これさ。まあね、また多分ね、時差でいろいろっていうか、いろんな店に入ってくると思うんで、まあね、また見つけたらね、買ってみようかなと思います。GR スープラ、マジかっこいいわ。
狛犬か。でもマットトッソ、私マットトッソ割と好きなんで、これ言っちゃいいけど、なんだろう。ああ他どれでもよかったっていう感じで、私の、福物富化チャレンジでした。まあ続いてなんですけど、お年玉企画としてね、こちらの方紹介させていただきたいと思います。私のねグラフィックをいろいろとね書いてくださっている福猫さんという方がいらっしゃるんですけど、そちらの方がねなかなかの作詞でなかなかのアイデアマンで、私のグッズ展開、ジャンクスタイルっていうチャンネルのグッズ展開を考えてくださって、まあ私それにただ乗っかってるだけなんですけど、本当ねありがたいことで、でスズリさんっていうサイトがありまして、でこういった感じでね、なかなかいい感じでしょ、はい、T シャツとかね、ショルダーバッグ等々ありますね、はい、で、これ何がお年玉なのかというと、これってすずりさんっていうサイトがあって、原価に、なんだ、自分の取り分、要は収益分を上乗せて販売するっていうサイトなんですけど、ちょっと福猫さんにも相談させていただいて、とりあえずお年玉企画として、期間は分かんないですけどね、原価ゼロ、私たちの取り分ゼロで、こちらの方ね販売させていただこうと思います。え、プレゼントじゃないのかよって思われるかもしれないですけど、そんなにね私裕福じゃないからね、ごめんなさいね。はい、数万円プレゼント企画なんかねやれたらいいんですけど、ただね本当に原価のみなので、取り分で私らの収益なんかはないので、かなりお安くなってると思いますので、なんだろう、ショルダーバッグがねちょっと品切れ中だったりするようなんですけど、あと T シャツだとかね、ギャップだとか、あとなんだろう、トートバッグなんか、これいいですよね。あんまり持ってないんでバッグ系ね、買い物するたびにねビニール袋も買ってるんで、ちょっとこれ自分でも買っちゃおうかなって思ってるんですけど、まあ期間限定なんですけど、もうその期間ちょっと設けてないんですが、まあ、とりあえずお年玉企画として、やりたいと思います。で、こちらのすずりさんのこのショップの際、URL は概要欄に載せておきますので、後ほどねチェックしてもらえたらなと思います。で、まあこういった形にするっていうのはなかなかね、こういったなんだろう、時代なので、お互いね、個人情報を教えたくないよっていう方もたくさんいらっしゃるかなと思って、で、すずりさんこれこちらで買うことによって直接ね私から買うわけではないですし、私が送るわけじゃないので、私にね、住所等々知られることもありませんし、まあ、買った買ってないもね分かんない話なんで、お気軽にねご購入ください。で、まあ、もちろんねこちらのデザインについては、福猫さんの書き下ろしデザインになりますので、あとこういったね、アイテムをとりあえず、選ばせていただいたんですけど、まだまだねすずりさんの方でいろいろアイテムがあるんで、簡単なんですよね、アイテム作ること自体は。デザインが一番大変なんですけどね、それやってない私が言うのもなんなんですけど、こういったアイテムが欲しいよとか、すずりさん他にこういったのあるからお前のとこもやれよみたいな感じでおっしゃっていただけるとね、どんどん、アイテム増やしていきたいと思います。とりあえずひとまずねこちらの方でこのアイテムでね、行こうかなと思っておりますので、はい、じゃあ今回はねこんな感じなんですけど、皆さんのおかげでね本当楽しい1年になりました。まあ、去年と比べたらね雲泥の差っていうか、皆さんに YouTube 始めてここ最近ですよね、本当皆さんに認知していただいて、で、まあ、コメントもねたくさんいただいてという感じでね、本当に今年の後半はね楽しく過ごさせていただきました。本当に皆さんのおかげです。おかげでねミニカーもバカバカ買ってね、アホみたいにね詳細の片付けが大変なんですけど、本当ね皆さんのおかげで、1年間っていうかね、もう本当後半はね楽しく過ごさせていただいたので感謝です。はい、またね来年もなんだろう、私らしいというか、他のミニカーサイトさん、ミニカーサイトというかミニカーチャンネルねがどういった感じでやってるかわかんないですけど、まあ私は私なりの感じでねやっていこうかなと思っておりますので、まあそれがいいか悪いかわかんないですし、なんだろう、似たり寄ったりにねなるよりはいいかなと思って、はい、やっておりますので、
またね、来年もね、よろしくお願いいたします。お気軽にね、コメントをいただいたらね、私もできるだけ返信するようにしておりますので、コメントね、本当、本当皆さんのコメントをね、楽しく拝見させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。で、明日以降なんですけど、明日もお正月だね。多分ね、この後一本動画撮ろうかなって思ってるんで、明日は更新があるかもしれないですけど、明後日以降はね、ちょっとわかんないですね。お休みいただくかもしれないんで、逃亡したとは思わずにね、チャンネル登録してお待ちください。はい。では、今回はね、以上です。福毛のトミカのね、運試しチャレンジと失敗しちゃったんですけど、お年玉企画、よろしくお願いいたします。はい。では、今回は以上です。ね、今年は本当にありがとうございました。また次の動画、来年お会いいたしましょう。さようなら。